大家好，我是大靖。有不少人留言告诉我，可不可以请教一下？けど，だけど，这个句文，因为大家觉得这个是虽然但是的文法，可是常常看到不是虽然但是的意思的用法。没错，其实不只有虽然但是的意思。今天我要介绍けど、だけど的三个说法，因为三个都是很常用的，所以都要记起来哦。第一个是刚刚介绍的虽然但是的意思。日本人だけど日本語が下手だ。さっきご飯を食べたけどもうお腹が空いた。这个不会很难，所以不用特别的解释吧。那我来介绍下一个。第二个，提到话题的说法。这个是两个人共同的话题，在说两个人都知道的话题时常用的。昨日の話だけど、どうだった？さっき電話くれたみたいだけど、どうしたの？这个并不是虽然但是的意思，提到新的话题，换话题的时候也可以说，然后很适合跟所以吧一起说。所以吧的意思是突然想到想说什么的。对了，那个什么什么けど什么什么だけど也有什么什么だけど什么什么なんだけど这个说法，这两个很像，不过什么什么だけどなんだけど比较有想吸引对方的感觉，强调的说法。おいしいお店見つけたんだけど今度行こうよ。好きな人に告白されたんだけどどうしよう。第三个算是委婉的说法，这个是最难的用法，也可以放到句尾。想请别人帮忙的时候，抱怨、生气、不满的时候可以说，应该更多的情况下可以说，可是今天先记住这两个就好了。比如说店员看起来很忙，可是你想点餐。注文したいんですけど。注文したいんですけど。いいですか？省略后面的一句。B、注文したいです。委婉一点。还有、你想入住。チェックインしたいんですけど。手続きしてくれませんか？生气、抱怨的时候的话，比如说你在排队，有人插队。ちょっと、並んでるんですけど。なんなの？这些括号的省略的部分是因为对方应该知道我的意思，所以不用特地讲出来，或是不太敢讲出来的事情，想避免直接的说法，听起来会比较委婉一点。真的很难，大家应该会似懂非懂吧。那我们来看一下在生活上常用的说法吧。那注意起来看看吧。最近新しいアパートに引っ越したんだけど、隣の部屋が夜中めっちゃうるさいんだよね。せっかく引っ越したのにそれはかわいそうだね。すいません、ボックスのティッシュ探してるんですけど、どこにあるか教えてください。はい、ご案内しますね。まだ？俺も食べ終わったんだけど、
スマホいじってないで早く食べて。お待たせいたしました。牛丼並盛りです。はーい。あれ？すいません。玉ねぎ入ってないみたいなんですけど、そんなことあり得る？大変失礼いたしました。今玉ねぎ入れてまいりますので、お椀いただけますか？スマホ充電されてないんだけど、どうしよう。足のマッサージ、値段はちょっと高いけど、めっちゃ気持ちよかった。本当？じゃあ俺もやってもらおうかな。何これ、全然美味しくないんだけど、信じられない。すいません、ここ私の席なんですけど、間違えてますよ。すいません、明日から旅行なのにずっと雨？ありえないんだけど。あ、そういえば、この前初めてディズニーランドに行ったんだけどさ、本当に夢の国だった。行ったことある？毎年行ってるよ。俺が行くとき必ず雨降るけどね。もう仕事全然終わんないんだけど。注文したいんですけど。並んでるんですけど。大家也不妨说说看哦。那今天的影片就到这边。如果你喜欢我的影片的话，请按赞、分享、加订阅。下次见，拜拜。年轻人喜欢说不满的时候的什么什么だけど，無理なんだけど，ありえないんだけど。めんどくさいんだけど、うざいんだけど、うん、这样算是口头禅。